NR-1 はアメリカ海軍が運用していた原子力深海探査艇。本艦の開発はハイマンジー・リッコーバー提督の着想に由来する。リッコーバー提督の働きかけによって計画は速やかに認可され、1965年4月18日、リンドン・ジョンソン大統領は原子力を利用した調査、海洋工学研究用深海線工程の開発を 発表した。1966年のパロマレス、米軍機墜落事故で行方不明になった核爆弾の捜索にあたっては、アルビンとレーノルズ社のアルミノートが活躍したが、いずれも小型の深海調査艇であったために活動上大きな制約を受けていた。この教訓から NR-1 の開発はさらに加速された。しかし原子力推進の深海探査艇は、 前例がなく、技術的挑戦が多々あったことから、コストは高騰していた。その対策として、商用、オフザシェルフ化が施行されたが、これはかえってコストのさらなる上昇と開発期間の延長をもたらした。艦は1969年1月25日に浸水したが、最終的なコストは、 尖閣で6750万ドル、海洋学的装置及びセンサー類で1990万ドル、原子炉の研究開発に1180万ドルと、計1億ドルにも達していた。外力図 NR-1 耐圧核は、HY-80 超出の高調力鋼によって作られていたが、新深,深度線行に耐えられる精度が求められたため、圧延機に特別の工夫を必要とした。 また外見上の大きな特徴が海底走行用の車輪を船底に備えている点である。これは前例がないものであったため、マッケレルを改造しての試験が行われ、これによって同艦は海軍艦船士に米海軍発の耐圧尖閣に搭載された車輪を用いて海底の走行を果たした潜水艦としてなお残すことになった。なお、 車輪走行時の速度は0.5ノットを超えないようにされていた。動力源としては、ゼネラルエレクトリック社が開発した小型の加圧水型、原子炉を備えていた。原子炉出力は約9 7ットと、他の原子力間の原子炉の100分の1程度であったが、わずか1人の運転員によって制御することができた。深海探査艇として精密な相関を求められたことから、 艦首と艦尾には、それぞれ X 字型に組んで配置されたスラスターが一組ずつ配置された。主推進機は二軸水浸透されていた。また操縦系は既存の潜水艦とは大きく異なっていた。耐圧核の前端部に設けられた管制御ステーションには、二人分の操縦席を囲むように一体型コンソールが、この字型に配置されていた。これらのコンソールには、艦首。 看板やマスト状のカメラからの映像や通信機器、広報機器からの情報が表示されていた。またダリンに変えてジョイスティック式の操縦が採用されており、操縦席にはそれぞれ2本ずつのジョイスティックが配置されていた。ジョイスティックのうち1本は上下、前後、左右の平行移動、もう1本はピッチロール用といった回転運動を制御していた。新回転査定として、 艦首の下部には、耐圧のぞき窓3箇所と大光量のライト、マニピュレーターアームが備えられていた。これらは、車輪と同時に、マッケレルで試験に供されたものであった。なお、後方、艦制御システムの電子計算機としては、スペリー車のマーク、XV が搭載された。メモリサイズは1 2ードと小さかった上に元来は、航空機用として開発された機種であったため、 開発には非常な苦労が伴ったとされている。1970年6月から8月にかけて、アズレス固定音響レンジの付設任務に従事したのを、端緒として、主として、海中音響機材の付設や、保守点検、また、ソビエト連邦による、同種機材の付設状況調査などに従事した。任務の多くは、機密指定されていたが、1976年に、 事故で海没した海 -14 艦上戦闘機及びフェニックスソラ対空ミサイルの回収任務で注目に触れている。また1986年にはチャレンジャー号爆発事故の残骸の回収に参加し、事故の原因となったオーリングを含む部品の回収に成功した。一方でブルース・ C ・ヘイゼン博士とチャールズ・ D ・ホリスター博士の上官を短所として、 海洋学的調査にも活躍した。特に平然博士はたびたび上官して調査を行ったが、1977年、館内で心臓発作を起こして死去した。これは同館の館歴で唯一の死者であった。ありがとうございます。